この五条原で曹操との親友を決する。みな、私に力を貸してくれ。と歯を競うに言う貴様か。いや、最後に勝つのはご層の男よ。この戦に賭けだ。劉備殿の君主はなる。ならばこの趙子龍、本心の力にて戦うのみ。さて、そろそろこの間かな。諸軍を誘い出してみよう。敵が動く。貴様参る。投石隊、攻撃を開始。諸軍を迎撃せよ。投石ね、指揮する将に報復してやればいいですよ。趙子龍、はい、投石なんぞで俺様が止められるかよ。待ってやがれ、すぐぶちのめしてやら。私の策、受けてもらう。みんな、動揺するな。崩れなければ、我は挽回できる。戦端が開かれ、私たちも戦わなければ。趙子龍、自分こそ葬儀を守る鉄壁の砦、曹子孔参る。どこかに気の緩みがあったか。敵将討ち取ったり。敵の攻勢もなかなかだ。だが、こちらの反撃の材料はまだまだ。いいぞ、その調子だぜ。
死竜で葬ってくれるわ。超死竜引くことはできない。だから死ぬ気で守り抜いて。みなぎってきたぜ。超死竜中央を突破する気か。これが打ち砕く。ああ遅れちゃったよ。その分は一気に取り戻さないとね。ほり戦う全て倒せ。その勢いは誰にも止められますまい。戦は知略でするものだ。今だ。追い知るがよい。参る。
人歩きは感心しないね。
飛竜超飛竜最大の敵曹操はここに倒れた。皆よくやってくれた。私たちの勝利だ。